初めし初めしポケモンデーの金曜日おはこのみんなも一緒にせーのおーさあ今日はね全員ポケモンになりきってますよポホッチ、ね、おはっとメンバーさん入りパネルとポケピースマイパッドをプレゼントイエーイ明日はマイティーコーゼットやコーザと一緒に写真が撮れちゃうイベント東京メガイルミイベントが開催されますということで一足先にその写真をみんなに撮ってくれ制限時間は5秒か5秒だよ巻いて行こうぜかっこいいマイティーコーゼットマジですごいすぎるぜマイティめっちゃすごいなマイティどこ行くの明日のイベント1日マイティ撮影だいいね色合いが素晴らしいみんなどう写真撮れたかなはいでは今撮った写真を出てる文字と一緒にタグ付けしてツイートしてくださいはい保護者の方にツイートしてもらってねはいよろしくでは早速いきますよせーのおはっさんどうあ、すげえ今日はこちらポケピースマイパッドで遊んでみようよっおはともの魔法ちゃんから新しく登場したポケピースマイパッドの遊び方を知りたいって依頼が来てるぞこっちに詳しく調べてもらったよかわいいポケモンたちと一緒に楽しく学べちゃうポケモンポケピースマイパッドお仕事学習ではゲームクリエイターやアニメーターなど20種類の憧れのお仕事を体験できちゃうぞ今回サホッチが体験するのは私はパティシエを体験してみたよ全部で1キロじゃあ1000グラムにすればいいかな400パティシエを体験しながら楽しく単位や分数のことが分かっちゃうぞさらにポケピースハウスではピカチュウやポッチャマなどポケモンたちの部屋が作れるよどうやってお部屋を作るか知りたい知りたいそれはねまずは漢字ドリルや計算ドリルなどで遊んでポイントをゲットしようポイントが貯まったらインテリアショップでお買い物購入したインテリアはポケモンのお家に届くぞいいなお、届いたよあ、届いたオープンオープンオープン軽くなりました輸送を買ったんだねたくさんお買い物してかわいいお部屋を完成させちゃおうインテリアを全部購入するとこんな感じになりましたかわいいでしょかわいいポケモンたちに癒されながらお仕事体験をしたりかわいいお部屋を作れましたみんなも遊んでみてねお仕事体験も勉強もこれ一台でできちゃうってめちゃめちゃすごいよね惜しいよねオファースタイムに応募してくださいよよろしくそれではまほちゃんサンキューブレイマチー続いては私たち新オハガールの可愛い衣装作りを見てね今回青木さんが3人の意見をもとに2パターンのデザイン画を提案どっちも素敵だけどどうする ?2 とかはジャケットを脱いでもなんかこう柄があって可愛いかなってそうだねじゃあ2にしますはいお願いします続いて衣装に合う生地をチェック衣装と対面した感じがするなんかいよいよ感じたねたくさん色を持ってきましたちょっと待って誰もいいどうしようねめっちゃ迷う、ね、さあ次に決めるのはメンバーカラーだ事前の会で候補は出ていたものの誰が何色かは決まっていない状態でもカホッチとかは紫が似合いそうだなと思ってて、うん、
似合いそう。この色がちょっと暗めだから、ちょい明るい感じ。この辺とかさ、そう似合うんじゃない？あ、私ピンク好きなんですよ。あー、ピンク似合いそう。そう、かわいい、どっちも。そうね。明るい？うんうん。青にしようかな。おー、いいわよ。リモートにもリボンとかがついた。いいじゃねえか。あー、あ、こういうことですか？そうですね。それだとわかりにくいので、サンプルでリボンかネクタイを選ぼう。形もいろいろ。どうかな。かわいい。さすがです。ああ。似合う。なんかネクタイの方が好きかもしれない。あ、本当？大人っぽさが増す。確かに大人っぽい。本当に思ってるそれ。思ってるよ。かわいいじゃん。かわいい。チームリボンつけた、うん、あ、ほんとどの形が良かった？これがね、しっくりきた形かわいい。あー、え、かわいい。急になんか、大人っぽい。あー、あーおしゃれ。どっちや、リボンがいいと思う。私もリボンがいいと思う。口の長い方にします。おー、じゃあ今みんなの出た意見をまとめて衣装を作ってきますので、楽しみに待っていてください。あー、すごい。バホッチ、めちゃめちゃこれ仕上がりが気になってきたよ。すごいんですよ。完成した衣装は来週11月1日火曜日にハガール3人揃ってお披露目するよ。楽しみ。これは見逃せない。目を離すな。ウィーン。CM の後のアリポケショーではダンデの謎多きポケモンバリコーの秘密に迫るぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おお、なんか入ったよ。なんか進化やダイマックス、Z 技をどれか1回しか使えないルールだったのに、ダンデがそれを覆したのには驚いたね。さらにバトルが白熱したね。ちなみにマキチュ、ダンデってどんなポケモンでバトルするの？いい質問ね。今回ダンデが使うポケモンはコメディアンポケモンのバリコールよ。タップダンスの達人なんだって。すごい陽気なポケモンだね。本当にそのポケモン強いの？怪しいわね。私が確認してくるわ。マキチュ、俺とバトルだ。あ、そうなの？誰ですか？え？めっちゃ悪いじゃん。え？ほら。え？もうどっからどう見てもダンデだろう。あ、ダンデ？言われてみれば。ほら。ダンデやダンデ。これ、俺のバトルの実力を見ても同じことが言えるかな？いけ！バリコール！カオルコル。カオルコル。バリコールトリプルアクセル。わかったわ。ミュージックスタート。リノボンラ。いや、トリプルアクセルちゃうやん。しかもトリプルアクセルはフィギュアスケートの方じゃなくて、1ターンに3回連続で攻撃する技やから。あ、そうなの？フィギュアじゃないの？どうしよう。落ち着け、バリコール。俺たちにはあの技がある。そうだな。
相棒。バリコールは氷タイプのポケモン。まさか。そうさ、バリコールの得意な技は氷タイプの技、フリーズドライ。俺のフリーズドライは超強力。どんなポケモンもバリバリに氷漬けになる。バリバリに凍る。まさにバリコール。あー、コメディアンポケモンやのに思わない。ダンデがだいぶ笑いしきれて。バリコール強かったね。全然ちゃんとできてなかったから。さあ、ここからは今夜のアニメを紹介していくぜ。マスターズトーナメントファイナル、サトシ VS ダンデ。序盤から一進一退の攻防を繰り広げる両者だったが、ダンデのポケモンや戦略にサトシは徐々に翻弄されていき、ポケモンを交代しながらダンデに食らいつくサトシだったが、それすらもダンデの作戦のうちだった。白熱のバトル、ワクワクするね。楽しみすぎる。それじゃあ今日はここまで。今夜のアニメをお楽しみに。おはたまのみんな、本日登場の別冊コロコロコミックでは、なんとふっくいただきが世界の食材を使った駄菓子料理挑戦したぜ。すごい、めっちゃ気になる。早く読まして。今日はその特別編だ。ふっくいただきがあの国の朝ごはんを駄菓子で食ったぞ。バニーの出身ドイツでは朝ごはんによく何を食べられてるか、食べるか、ドーン、プレッツェル。ドイツ発祥の菓子パンプレッツェルは独特な結び目が特徴で、ドイツの朝食の定番。パン屋さんの看板にもなっているプレッツェルも駄菓子クッキングするぞ。その名もドイツの朝食プレッツェル作ったのどこのドイツだ。ふっくいただきだ。メインの食材となる駄菓子は、池崎が手に持っているうまい棒10本とラーメン屋さんだろう。まずはプレッツェルの生地になるうまい棒10本を袋に入れて、これ粉々にしていくぞ。プレッツェルできるのこれ。おら、はっちゃいくわって。ボクシングの人がやるやつ。ボクシングの人がやるやつ。超チューンコのやつ。超チューンコのやつ。細かくなったうまい棒にホットケーキミックスと強力粉、バターを入れて、お湯を入れながら混ぜる。勇気いるね。あっちい、ちょっとだけあっちい、いいね。ぬるま湯を加えながらおよそ5分こね続けると、これがプレッツェルだわ。生地でポイ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 、ラップをして30分寝かせて、およはい、ぐっすり寝たことによってね、肌の通が良くなってますね。おー、OK、 おー、すっごい弾力だぞ。寝かせた生地を4等分にカット、細長く伸ばしていくぞ。サンシャイン、ごまくり、仕事ください。およそ50センチほどに伸びたら、これがプレッツェルよ。両端を持って真ん中で2回ねじる。ちょい結びしたやつを真ん中の方にこう。あー、プレッツェルだ。ちょっとハートにも見えるね、かわいいよ。ねじった生地に溶き卵をたっぷりと塗ろう。ラーメン屋さん太郎、これをトッピングでかけます。ラーメン屋さん太郎をまぶしたら、220度に予熱したオーブンで20分間焼き上げれば出来上がり。うわー、うまそう。完成です。こちらがうまい棒で作ったプッチェル。果たしてそのお味は。うまっ、何これうまいね。コーンポタージュの優しい香りみたいなのがふわって広がるね。で、食感がめちゃくちゃいい。ちょっともちもちで、表面ちょっとサクッとしてる感じ。スバリー、これめちゃくちゃうまいから、スバリーもぜひ食べてくれ。おー、うわー、見てー、すごいよ。駄菓子で作ったとは思えないくらいクック、このクオリティすごいね。すげえだろこれ、味も半端じゃねえから。食べていい、食べていい。ではいただきます。いってね。
れマジでね、あのアッキーシレイカシメキエッゾーグーズ何言ってかって全然わかんねえなドイツ語ねおすごい駄菓子プレッツェルの詳しいレシピはワッサホームページに載ってるぞ別冊コロコロコミックをゲットするのも忘れるぞやばいマジでうまいさあ続いてはリズムスターウィニングダンスの時間だ今日はおはともの塩ちゃんと翔太が踊るぞダイエーション日曜日絶対見てね今出ているタグをつけて保護者の方と一緒にツイッターからダンス動画を投稿してね採用されるとシリアルナンバー入りのおはともカードがもらえるぞはいこの後は頭の体操松丸王子のナゾトキングダムみんなの独創政治お手の効果を食ってありゃあっち向いてこうあっち向いてこうあっち向いてこうコロペポー今何時ソーセージ独創政治はお手のポー今ないないギュレキューみんなの独創政治お手の効果を食ってお手の効果何をやっても随分うまいよねご手あらぽー欲しいいや、おいしい今何時よせロストステージはご手洗いポーズキャンペーン中アサゲフリーズドライ美味しさを瞬間凍結だからうまいお味噌汁のだフリーズドライアサゲ来るねお昼買ってきちゃった松茸の味、はい、お吸い物粋なごちそうに早変わり長谷園の、はい、お吸い物贅沢しちゃったラビナスとの約束を守れなかったことを謝ったコジョドルそれを聞いたラビナスの反応はラビナスちゃん、ごめんねううん、私もこの村に来て必要としてくれている人のために全力で頑張ることの大切さを知ったの。だから、あの時のコジョドルちゃんの気持ちも今ならわかるよ。仲直りでいいんですね。では、仲直りの印の謎解きをプレゼントしましょう。よっしゃここから組み立てタイプの謎解きをプレゼントします。見てるお頭のみんなも考えてみてA から C のどれか一本道を加えて2人が出会うように阿弥陀口を完成させてねいや出会わせたい仲直りの記念に謎解きってプレゼントするのどこなかわかりますちょっと A だと A だと A を加えてもたどり着けないね C だとバス行っちゃうねってことはじゃない消去法でちょっとこれどうアトムのみんな残り時間わずか分かるかなじゃあカホッチ、はい、決めちゃってください分かりました私は B だと思います B に加えるとうまくたどり着けますね答えは B ですやるじゃねえかそうだ松丸くんありがとうありがとうはあやっと二人とも笑ったぞなみんな笑ってるのがいいのそうだねこうして楽しく幕を閉じたのだった時刻は7時24分かほっち今日の天気よろしくよろしくはい今日のお天気をお伝えします福岡から東京は晴れますが札幌は夜から雨が降りそうです最高気温は昨日より高いところが多いでしょう以上お天気でしたナイスナイスようこそ長谷園の美味しい通販へ即席味噌汁売り上げ日本一おかげさまで発売1周年はい味噌は自慢の合わせ味噌匠のうまさくるね毎日選べるお味噌汁30食入りこの機会にぜひお試しください今すぐ検索レアの一押しあの日の出会いが俺の運命を変えた俺の名前は切札凛ある日不思議な声に導かれた俺は見たこともないクリーチャーを召喚することに俺のハート
ビンビンしてるさ。切り札を手にした時、デュエマが闇に染まる。デュエルマスターズビン、毎週日曜朝8時30分から放送中。おはスタは TVer で配信中。お気に入り登録もよろしく。おーい、おい、取った。どうしたんですか。マジかよこれ。池田さん、これやばいっすね、マジで。ダイト何読んでるんですか。本日登場の小学1年生が来月登場するポケットモンスターズカーレットバイオレット大特集してるんだよ。ピカチュウのクラフトついてくるぞ。絶対にゲットすべし。いやーこれ気になるね。気になるよ。チェックしてちょうだい。はい、お願いします。さあということで、いよいよね、31日次の月曜日がハロウィン本番だよね。いやー、週末どんな過ごし方するのかな。もうね、どんな格好するんだろうね。どうマイティーコーセットの仮装とかするお後もいるかな。おー、いるかな。ちょっとぜひ今年はマイティーコーセットで楽しんでくれ。はい、楽しんでくれ。というわけでまたジャンプな月曜日で会おうぜ。ジャンプ、ジャンプ、せーの、 See you next week。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。のりが、たっぷりののりが、大人の、大人のふりかけだ。大人のふりかけ、長谷。ほらほら、イコミラーメンだ。ラーメン、野菜、煮込むと美味しいよ。うん、野菜も美味しい。美味しい。うまい。長谷園の煮込みラーメン。勝ちたい。